そうなんですよ。ネットフリックスでね、配信されていた作品、まだされてるかな、スクールフォーグッド&イビルっていう外画の作品に長谷川れな出演させていただいていたんです。結構前にね、配信は開始されていたんですけど、何役か分かりませんでしたか？探してください。ちょこちょこね、いろんな作品に出させていただいておりますので、皆さんもたくさんいろんな作品を見ていただきたいなと思います。いるかもしれないから、私が。今日じゃないや、今年初めての配信です。本当は誕生日の月にね、配信やりたかったんだけど、ちょっとありがたいことに忙しくて。だからみんなお誕生日おめでとうって、生誕祭が4月29日にあるけど、一足先にお祝いしてください。でも本当皆さんから事務所の方に届いたプレゼントとお手紙受け取らせていただきました。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。大切にします、ね、ねえ。なんかロードモバイルの時もね、配信もう一回ぐらいやれたらと思ったんだけど、できなくて。でまだね、舞台とは違いのお稽古が始まってなくて、ちょっと今ゆっくりできる時期というか、忙しくなる前兆なので、できる限り配信はねしていきたいんですけど、長谷川れなちょっとすっぴんでいたい率を増やしたくて、ラジオ配信多めになるかと思うんですけど、ラジオ配信であれば基本いつでもできるかなと思うので、ちょっとなるべく頻度を増やして皆さんとこういうお話ができたらなと思いますので、ぜひ通知音とかフォローしといてください。たまに何ラジオじゃなくて普通の配信もしようかなと思いますので、でも本当まだちょっといろいろお話したいし、皆さんからのねアイディアをいただきたいのよね。またまず今年は年4部からスタートしましたね。年4部の年越しイベント、実は長谷川病み上がりでした。ちょっとね、私年末に体調を壊す傾向がありまして、今年じゃない、去年もね、案の定体調を崩しの、しばらくお休みいただきの年4分の年越しイベントに間に合うように体調を整えて出演させていただきました。いやでも本当可愛い振袖とね、ご用意してくださっていて、髪飾りもね、お世話になってるヘアスタイルの方が作ってくださったんですよ。各キャラクターに合ってる、めちゃくちゃ可愛くてそのままいただいちゃって、でね、そのまま私は長谷川れなは年を明けてから、実家に帰らせていただいて、もうすっごく久しぶりに父と母と旅行に行ってきました。栃木県に行きましたね。そんでそんで何があった？朗読劇か、朗読劇かな、エコーって1月だったっけ、やりましたね。早いな。
そんでそんでん。何があった？野球イベント1月にあった、坊ちゃんスタジアムであったね、名球会の方との野球イベント、めちゃくちゃ楽しかったですね。1月でもだいぶなんかもう濃い。あ、でも2月は特に表に出てないのかな。2月は特になかったんですね、イベントごと。で、3月に七飯室の2053年組のライブと第4部のファンミーティング。え、もう1ヶ月経ったの、早い。そう、七飯室の2053のファーストライブがあって、どうなるのかなーって思ったけど、なんかね、いろいろ会場に来てくださった方とかもね、ライブならではというか、まあ初めてやるっていうので反省点も多かったけど、その分いろいろ印象に残ることも多かったし、セカンドライブの発表もできてめちゃくちゃ楽しかったですね。で、第4部のファンミーティングでは、原宿エリアがやっと動き出しました。なんか感動しちゃったな。リハーサル、2月リハーサルだらけだったんだ。だから何もなかったんだ。そう、リハーサルの時はね、特にっていうのもおかしいけど、なんだろう、いつものステージのリハーサルって感じで淡々と過ぎてってたんだけど、やっぱね、本番当日で、しかも声出しありで、まあ、解禁ね、なって、ファンの方のお顔を見て、反応を見ると、なんかすごく感慨深くなっちゃって、涙をしてしまいました。でも本当、両日楽しめて嬉しかったですね。なんか、かっこいい系から可愛い系になって、2日間ね、見てくださった方は、大丈夫そう、風邪ひいてない？ そして、てかもう3月終わったんだ、はにゃ、くりよ。でも4月だ。先日ね、エイプリルフールの日に発表されましたけど、なんとアトリエ秋葉原さんと写真ちゃんドロップキックがコラボということで、びっくりー。秋葉の駅行ったらさ、絶対すっごい有名なキャラクターがさ、ババババババって壁に並んでるじゃないですか。秋葉行った方ならわかると思うんですけど、やっぱアニメ好き、そして声優になって、まあ目標の一つとか憧れの一つだった、あそこに自分が担当させていただいたキャラクターがドドンとなるなんて、絶対に見に行こうって思って、めちゃくちゃ楽しみです。そう、そして今ね、舞台とはつがいが池袋の改札の方はに巨大ポスターが貼ってありまして、めちゃくちゃ嬉しいです。ぜひぜひ、フラミンゴちゃん、ピンクの女の子を探して写真アップしてください。そう、今このさ、画像になってるお写真が今年の生誕祭のね、時の撮影の一枚なんだけど、私基本メイクは自分でやって、衣装も全部自分で用意してるんですけど、髪型だけメイクさんにやってもらって、なんかね、マッチした過去一自分のメイクとこのファッションスタイル、すごく好評でして、この他にもちょっとお写真は撮ってあるので、
情報解禁を楽しみに。わ、西田かかった、ありがとう。あ、ね、電音部とイクロスのコラボ、私もめちゃくちゃ嬉しいし、聞いてなかったんですけどいつもだいたい電音部って先に教えてくださるんですけど、なんか聞いてなくて、あれやと思って、めちゃくちゃ嬉しかった。しかもどっちも犬だからコラボ率高い。コラボするのかな、よくわかんないけど。そう、それでね、生誕祭のお話をしたくて、私は4月29日に行うんですけど、正直イベント内容ね、まだパキって、パキパキ、うん、パク、なんだ、キパ決まってないんですよ、ちゃんと内容が。で、なんか、やるかわかんないけど、やりたいなって思ってることが一つあったら、毎年聞いてるかもしれないけど、イベントでこういうのやったら面白そうとか、やってほしいとかあったら、コメントで教えてほしいなって。なんか今年のその衣装は、そのまあこの画像の着てる衣装かわかんないけど、このグッズにした時に着た衣装を、まあ2部あるので昼と夜で変えたいなと思って、その衣装を着ようかなと思ってます。何やろうかな。何がいいと思います？何がいいかな。去年は去年長谷川れなクイズやったのかとかやったね。あと即興朗読劇みたいな。現地行けない人でもお祝いの言葉届けられるようにお便り募集はどう？あー、良きかも。あー、いいね。お手紙コーナー。期限までに送ってくださったお手紙、なんか確かにそれいいかも。言ってみよう。声出しいいんじゃない？わかんない、これ確かに声出し解禁聞いてみよう。歌唱ね、やっぱ歌ってほしい迷ってるんだ、歌うか歌わないか。しりとりとか、しりとりど、しりとりしてどうすんのクイズは私、おととしだったっけ、去年だと思ってた。でもクイズさ、もう一回やろうかな、おもろかったんだよな、クイズ。昼と夜があるから、いっぱいコーナーがあってもよき。歌聞きたい？じゃあ候補にはしとこあ、サインボールはあります、今年も。あれは恒例なのでサインボールしますよ。なんだろう、何がいいんだろう。ルカルキちゃんのシルエットクイズ面白そう。ルキルカシルエットクイズ、確かに。でも今年のグッズね、まだ完成形は見てないけど可愛いよ。毎年可愛いけど、
ビンゴとか、あとは参加者、参加者さんと共同作業でやる何か。ああ、よきね。よきよき。いいね。迎え行きの撮影会はダメです。猫ちゃんはストレスになっちゃうんでダメです。ちなみに今ルカは私の足で寝てます。超かわいい、めっちゃモフモフ。ミキタンは一人遠いところで寝てます。あ、料理を作って食べながらトーク。作りたいけど会場的に作れないんじゃない。久々に始球式みたいです。オファー待ってます。それは生誕にはできないね。オファー待ってます。私も野球もっとやりたいな。でもなんかいいわ。ありがとう。アイデアくださって。これをもとにもう少し考えてみたいと思います。よいしょ。そして4月5日、胎内桜祭りに出演させていただきます。やったー、胎内に帰れる。めちゃくちゃ楽しみです。ぜひ皆さんいらしてください。新潟県胎内市に。そして長谷川を応援しに来てください。ルカかわいい。ルカ眠たいの。かわいいね。かわいい。ルカちゃんありがとう。ルカ返事してくれる。かわいいね。よいしょ。目覚めたの？あ、あくびした。よいしょ。寝た？ねえ、桜咲いてるかな。なんかちょうど咲きそうな感じではありますけどね。近況状況に、近況情報によると、今のところ雨予報。え、私が出演する9日はね、一応晴れ予報だったと思う。土曜日は確かに雨だったけど、晴れてほしいな。すごいステージが応援してるかな。いっぱいだ。ありがとうございます。うん、千本桜咲き始めた。じゃあちょうどいいかな。ちょうどいい時期に見に行けそう。まあ、流れ星だ。ありがとう。んーしょ。最近食べても食べても、はぁ、あ、含め、はぁ、あ、お腹すく。そう、桜大根美味しかったんだよな。そう、食べても食べてもお腹すくからさ、ヘルシーなものだったら食べ続けてもいいかなと思って。桜大根もっと買えばよかった。なんかたくあんみたいだったよ。たくあんだけど、なんか何、袋にさ2枚程度入ってるからちょうどいいんだよね。
I love you。 ありがとう。なんかすくう、最近はずっとアニメのボルトを見て、見終わったからナルトを見始めてるんだけど、今ねシーズン2期の後半ですね。就任試験のところを今見てます。よいしょ。だるまやっこ、ありがとうございます。いつもはこの流れでインスタライブとか TikTok ライブやりますけど、今日はやりません。ショールームで終わりにします。りなさん、何ですか。けんさん、こんばんは。こんばんは。ナルトはカカシ先生。あ、じゃあ私の好きなキャラは誰でしょう。ナルト、ボルト含め一人です。一人に絞りました。当ててください。バーって言って、私はナルトボルトで好きなキャラクターは誰でしょうか。サンジなんていたの？私が知らないだけ。サンジって誰？サスケ、サスケ、サクラ、サンジ、ひなた、こんばんは。こんばんは。今ナルトとボルトね、アニメの、あ、漫画の私の推しキャラをね、みんなに当ててもらってます。え、かわいい、うさぎが来た。サスケ、ジライ、違う、あ、違う、すっごい否定しちゃった。すごい綺麗に出てません、私の推しキャラ。当てて。違います。全然違います。当てて。おー、いいね。好きよ。敵キャラではないです。タタンタタン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 、出ない、いないな。多分出ないから言っちゃいますよ。私の推しキャラ、瀬川の推しキャラはサイです。ピンときませんね、きっと。調べてください。ナルトサイで検索してください。私はサイが好きです。かっこいいです、とても。すごい、あーってなってる人少なすぎない？サイだよ、サイ。ちなみに息子も好きです。なに？寝たから遊べって言ってるんでしょ。やだ、私には遊ぶ記憶なんてない。
かわいいね、ルカちゃん。もう一回寝て。かわいい。かわいいよ。とてもかわいいよ。ルカちゃん。いつも泣くんです、この時間になると。てかお昼で寝た後はね、ずっと泣いてるね。なんで、ご飯あるじゃん、食べなよ。遊びたいんでしょ。でもルキちゃんまだ寝てるよ。かわいいね、ルーカーさん。かわいい。何？今日はじゃあ10時頃にやめようかな。皆さんの皆さんからの質問や相談を受け付けます。コメントしてください。だって新年度始まってね、え、社会人になった方だって。私の同級生は今年が新入社員の子が多いからさ、みんなやっと働くんだ。ちょっと言い方おかしいな。みんな社会人1年目なんだって感じ。すごいなんか言い方おかしかった。変な感じですね。大卒だとそうなるねってね。そうです。よっ、あれ、資格やっと働いてる。お金稼ぐ、稼ぎなさい、将来のために。ニコ同士で共鳴してるのである。でも泣いてないよ、武器は。ルキちゃん今睨みつけてるルカのこと。寝てたのに起こされてね、怒ってます。そうか、本来ならポンちゃん今年から社会人1年目の年か。まあ妥当に生きてればそうなるかな。東京でお花見もできそう。いや、東京もう散ってますね。いい感じに、いい感じに散ってます。こんばんは、わちゃまかーりさん。わー、カレーライス食べたくなる名前。こんばんは。今度は何してるの。ゆきちゃん寝ていいんだよ、かわいそうに。この仕事してなかったら大学行ってましたか。え、わかんない、行ってたのかな、わかりません、想像もしてませんね。よいしょ。わ、森に帰るさんだ。帰るはずになってる。あれ、名前変えた、改名。チューリップはそろそろかな。あー、そろそろかな。猫がいる生活はいいですわね。どこいた、何狙ってんの。
かわいい。毎日かわいいって言ってます。変えたのね、名前。なんで？いいけど。森に帰るはずさんになったのね。了承。何？ご飯入ってるよ。そういうことじゃないんだよね。だって遊ぶ道具全部どっかに隠すじゃん。どこにやったの？おもちゃどんどんなくなってくんですけど、おもちゃ持ってきてくれたら遊んであげる。え、本当に持ってくるの？かわいい。でも本当におもちゃどっかいるんだよな。絶対あるはず。大ベッドの下に入れてる。もう取るところ大変です。みんなから可愛いって言われてるよ、ルカ。何やってんの本当に。おい、やめなさい。ちょっとやめて。そんな、そんな、そんな可愛いか甘えられたらもっと好きになっちゃう。可愛いね。可愛いね。あやま、可愛い可愛い可愛い。ルーカちゃん、あなたは噛まないし止め立てないし。噛んだ。今噛まれた。初めて噛まれた。ごめんね。よいしょ。こんばんは、よし、のぶ、うん、こんばんは。ムキもかわいいよ、歩きちゃんも起きてきました。あ、む、そこで寝るんですか？今度は。こんばんは、こんばんは。ぽんちゃんがお外から帰ってきたら、ルカルキちゃんはお出迎えしてくれるのかしら。日によります。すっごく日によるね、あなたたちは。基本ずっと寝てるからさ、帰ってきても寝てる時ある。主人帰ってきたぞって言うと起きる。猫なのに気づかないんだよね、あなたたち。かわいい。なんか眉毛生えてるよ、ルカちゃん。ルキちゃんは起きて早々ご飯を食べてます。お仕事頑張ります。頑張ってよしきさん。そうだよ、ルカとルキは一緒に寝てくれるの。最近は川の字で寝ることが多いですね。ウルーギャングさんめちゃくちゃ美味しかったので行っていただきたい。ウルーギャングさんってすごい有名じゃないですか、お肉ね。で、行ってみたいなと思った時にね、事務所の方が連れて行ってくださいまして。なんか銀座にあるウルーギャングステーキ鉄板さんは
ランチメニューで鉄板焼きハンバーガーっていうのがあって、そう、あのね、ハンバーガーはすごい贅沢なランチがしたい時に食べてほしい。すごいね、まあいいお値段だけど2640円からいただけて、めちゃくちゃ美味しいし満腹になるし、絶対行って損にならないので、行ける人は行っていただきたいです。ぜひ行った際には長谷川れなさんの SNS を見てきましたって言ってくれたら私の株が上がる冗談です、好きに行ってください。あれ？ルカは？え？入れ替わってるルキさんになってる。ルキちゃん基本泣かないから、ルキちゃんほんとちっちゃいね。ルカ？え？消えちゃった。かわいい、ルキたん、ルキたん、ルキちゃん、ルキちゃん、あ、いたフォークで食べるのかな、なんでね、全然喋れなかった。どっちでもいいみたいだよ。でもおすすめは普通にあのハンバーガーみたいに紙に挟んでガブリつくのがおすすめですって言ってた。ただね、大きいから男性は絶対食べれるけど、女性はね、なかなかガッツ入れないと食べれない大きさです。本当にね、量が多い。ウルフギャングってドイツ読みだとボルフガングっていうモーツァルトの名前になるよね。知らなかった。どこの子一人来店しても大丈夫？そう、大丈夫だと思う。全然大丈夫だと思います。こんばんは、こんばんは、源五郎さん、乙五郎さん、よ、松山空港でみかんジュース飲みたかった。飲めました、美味しかった。ブルーワングアマテウスモーツァルトでしたっけ。覚えとこう。いい情報ありがとうございます。イケメン、何、あなたイケメンじゃない、ルキタン。え、どうしてそんなにかっこいいの。え、ねえねえ、待って待って、ねえ待って、ねえ待って待ってねえ、ルキちゃんおいで、来て来て来て、
なんでそんなに。あなた美人ね。え？可愛すぎる。びっくりしちゃった。イケメンすぎて。美しいお顔。こんばんは。言うの忘れとった。遅いわ。遅いわ。こんばんは。武器がイケメンでした。振り返ったらイケメンがいた。びっくり。イケメンとね、てか美人と可愛い系なの。うちの子はどっちもいるの。綺麗に違う。同じ顔のはずなんだけどね、性格とか違うとなんか違う。私はこの後配信を切ったらもう一回ナルトを見ます。ナルトを見ます。明日は天気いいかな。明日の天気は何ですか。最近さ、ねえ携帯アップデートしてから調子悪いんだけど、これ私だけ？アップデートしたらさ、なんかおかしいんだよな。なんで？天気予報出ないし。ねえ。明日の天気予報は何ですか？出ない？なんで？私の砂もこんな感じです。だよね、私だけじゃないね。明日風強いって。てか今日か、今日風強くて明日も風強くて金曜日も風強くて土曜日が雨で、あとは晴れで、風、まあ雨降らないだっけ。いっか、雨降らない明日。あ、でも暖かいね明日。最高気温22度、最低気温15度ってなってる。直接言えそうにないかな。今言っとく。お誕生日見るとぼんちゃん大好き、ありがとう、ありがとうございます。アングリーマンちゃんの声援がいい声だった。自分はもう一回ナイスの2053のライブ見てきます。見てきて。そう、今日までなの。ぜひぜひ見てきて。長谷川噛んでるところ見といて。初めてライブで噛んだからやっちまったと思っちゃったけど、まあ、それもいいところでしょう。見てきてください。雨降らないの？東京は雨降らないみたい。どうなの？降らないって信じてる。アンドロイドですが、自分もアップデートしてからなんかおかしい。うわ、仲間が多いじゃない。晴れは不安定なお天気が多いかも。そうなんだ。こんばんは、羽生さん。こんばんは。あんちゃんのキャラは山中犬に近いから最後死んならちょうどいいな。おえーちょうどいいならいいや。今はあれ、青猫さんの今は何やってんだ。もう今度は本当に、お部屋が散らかる。やめてやめてやめて。ねえねえ、そんな可愛い顔したって私は許さないから。はい、偉いです。よいしょ。ハブ、写真のボンちゃんがつけてるハートのイヤリング、そう、これは親友 A がくれた誕生日プレゼントです。2年前かなに
プレゼントしてくれたイヤリングです。花粉症本当に大丈夫じゃない、やばいです。鼻水止まんないし、くしゃみ出るし、辛いです。特に朝、夜行性だからって、うん、どうするの、うん、親友 A さん、ナイスセンス。親友 A はスタイリストのアシスタントさんなんです。だからセンスは抜群なんです。おんちゃんは最近夜行性してるって。なんかさ、私なんだろう、昔の自分っていうかに戻ってます、今すごく。もうアニメ三昧、暇さえあればだから夜行性してます。ずっとアニメ見てる。朝起きてアニメ、夜寝るまでアニメ、ずっとアニメ見てます。まあ、夏になったらね、ちょっと甲子園が始まるから難しいんですけど、大事にねって。ありがとう。こんばんは、リベドラさん。こんばんは。アトリコラボすぎすぎるって、すぎすぎるすごいですよね。めちゃくちゃ嬉しいです。あす、アニメ見る体力がすごい。アニメ見るに体力なんてないから、生きてるだけ。こんばんは、トラくん。こんばんは。わん、やっぱお誕生日おめでとう。ありがとう。今ちょうど走りながらこういう気も見てて、あ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あれ、まさそんな遅いじゃない。はじめまして、ピーちゃん。そして大豆だよ。ありがとう。大豆食べたいな。豆まきって5月まあ、ね、大豆好きなんだよね。あー、暁のような見たいね。ネオアンさんのモデルポンちゃんも素敵でした。ありがとうございます。ハートやことつぱ、ハートつぱちっちゃいつばで読んじゃったありがとうございます。ニューちゃんの声好きって、ありがとう。ん、あんたたち遊んでるの。豆まきは2月か。あれ、5月って何？5月って何？なんかなかったっけ？何？アドレブリーの箱を切れて買ってよかったり。すごいよね、あれ本当に。美しすぎる。いつか姫様とアトレの曲もできたら嬉しいな。あ、鯉のぼりだ。子供の日、あー、母の日もあるのか。いっぱいあるの。あ、ゴールデンウィーク、それはまた別。お腹すいてきちゃう。てか電音部のガチャガチャが出てほしい。私すっごく今欲しいのは電音部のガチャガチャです。ガチャガチャにハマりすぎちゃって大変。飲んでて遅くなりました。もう終わるけどね。まあいいでしょう、またやります。ガチャガチャはどんなのが欲しい？え、ガチャガチャなら何でもいい。
少しなんか身近にいたら嬉しいな。あ、そうじゃん、4月今 T4DJ さんとの初対バンがありますね。めちゃくちゃ楽しみ。T4DJ さんとお会いできる、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。今映ってるのは昼の部、夜の部、どっちかな。え、知らない、何の話だ。あ、エマちゃんのグッズ購入しました、ありがとうございます。 B アイドルね、プロジェクト B アイドルもぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。サブのライブは見に行くんですか。新潟にいます。でも配信あれば絶対見ます。じゃあ55分になったらランキング呼ぼうかな。ゼップで DJ プレイなんてかっこいいね。ね、ゼップ楽しみ、めっちゃ楽しみです。あ、年越しイベントの書き初め式届きました。すごい、すごいですね、ありがとうございます。大事にしてください。今回はアザビじゃなくて体内に行きます、待ってます。みんな体内市に来てね。またカラオケ配信もやってほしいって。これでショールームでってこと。やるでしょう、そのうちきっとやります。カホがまた増えたって嬉しい。めっちゃライダー仮面が飛んでる、ありがとうございます。めっちゃ飛んでた。野良猫さんも飛んでます。土曜日新潟入りしますが、桜祭りは9日ステージイベントのみ出演予定ですか。長谷川はそう聞いております。なので初日には特に出る予定はありません。個人的に行くかもですけど、出演の予定はありません。よっ、わ、フラスター、そうだよ、フラスターがいるんだよ。かわいいね、ルキちゃん。なに、やだ、かっこいいじゃない。観客でいたりしているかもしれませんよ。あ、なんか出演情報が出ました。写真ちゃんドロップキック、
4月30日日曜日、あとで秋葉原1って言ったっけ、1ににて15時からお渡し会、そして当日錦糸町丸いにてワークショップかっこ仮何なんだろう、18時から出演させていただきます。すごい4月のイベントが増えました。ぜひ皆さん4月30日日曜日も開けといてください。今写真ちゃんの公式ツイッターより発表があったんですけど、長谷川の方からもツイートしとこう。ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、生誕祭翌日だ、ほんとだ、ほんとじゃない。やばいやばい、55分過ぎてた、話すと止まらねえ。というわけでランキング用語を、13位、茨城のゆきさん、元気にしてるかい。そう、今年さ言おうと思ってたの、あのリアルにお会いできて、お会いできるお話し会を開きたいが目標。オンラインお話し会はさもういいでしょう、会えるんだし、もうだいぶ元に戻ってきたから、今年はねお会いできるお話し会を開きたいなって思ってます、頑張ります。そして10人が田中津さん、ありがとうございます。11位がアングリーマンちゃん、ありがとうございます。そして10位がゆかこさん、ととい、私もととい、ありがとうございます。そして9位がチーラウさん、すごいタキタキシですね。8位、八王子のタケさん、八王子ラーメン食べたくなってきた、お腹すいた、ありがとうございます。第7位クッキーモンスターメガネさん、去年 USJ に2回行きました、短期間でもう1回行きたい、ありがとうございます。星の杭負け犬と散歩さん、いつもありがとうございます。プレゼントとお手紙いただきました、ありがとう。なんか変わっちゃったね今、どこまで言ったっけ。7位、仮眠中さん、ありがとうございます。仮眠じゃないや仮眠中仮眠なら仮眠でもいいんじゃない、もう仮眠にしよう。仮眠さん、いやめちゃくちゃ仮眠のアバターじゃなかったなんで仮眠って言っちゃったの、ごめんなさいね。よっ、休眠さん、休眠中さん、ありがとうございます。そして6位が浮田智也さん、ありがとうございます。あれ、浮田智也さんからもあれお手紙いただいた気がする、受け取りました、あったような、ありましたよね、きっとありました、ありがとうございます。そして5位が負け犬と散歩さん、あれさっき言ったの誰が言ってないんだありがとうございます。そして3位がギュスターブさん、ありがとうございます。どこにいるの、あ、いた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 、3位なのに普通のアバターだった。はい、ニセさんありがとう2位がチレザーさん、ありがとうございます。アヒルさん、そして1位が石山真四角さん、ありがとうございます。ハゲてる、ありがとう。そしてたくさんお星様、そしてコメントをしてくださった皆様、ありがとうございました。またまた配信やっていきますので、ぜひこのルームのフォローと、そして SNS、Twitter、Instagram、TikTok のフォローをよろしくお願いいたします。ということで、長谷川は今からナルトを見ます。皆さんも自由時間を過ごしてください。え、5位の方飛ばしてない、あ、小五郎さんごめんごめんね、小五郎さん
わざとじゃないの。ありがとう、ショーマー。ありがとうございます、ココロさん。いつもありがとう。はい、というわけで皆さん、おやすみなさーい。またねー。バイバーイ。え、待ってねー。段ボールでしょ、それ絶対。ルッキー。あー、はい、ルッキーが暴れたので本当に切ります。じゃあねー、おやすみなさーい。え、なにこれ、切り方変わったの？なんか違うボタン押してた。じゃあねー。